滋賀は子供を大切にする県。今日も町の至る所で子育てを応援する人たちが活躍しているよ。今日はファミリーサポートセンターさんを紹介するよ。それって何プリン？子育てを地域で支え合うための組織なんだ。大見八幡市ファミリーサポートセンターのセンター長榊原さんにお話を聞いてみたよ。子育てを手助けしてほしい人と子育てを手助けしたい人の双方の援助をするっていう活動をしています。依頼していただくのは依頼会員さんで、お手伝いさせていただく方が援助会員と言います。どんな支援が受けられるの？保育所とか幼稚園の、終わった後ですよね、その後の時の、帰宅後のお預かりをしたりとか、あと稽古ごとなんかがされてる方は幼稚園からまたお稽古ごとの場所まで送ってほしいとか。その他、買い物や外出したい時、冠婚葬祭、保護者が病気になった時、それから保育所や学校が休みの場合、病児・病後児なども支援しているよ。ファミリーサポートセンターさんは依頼会員さんと援助会員さんの両方をサポートしているよ。援助会員さんってどんな方が多いの？子育てを終えられたベテランの方が多いです。援助会員の石田さんにお話を聞いたよ。依頼会員さんとのコミュニケーションはどうしているの？預けられる時に今日の状態はどんな状態かを聞いて、その子どもさん の気をつけないけないことをお聞きする。どんな風に預かっているのかな？預かっている間は自分の孫と同じ感じで、できるだけ馴染んで預かってもらう時間を楽しんで帰ってもらうようにしてます。素晴らしいね。援助会員として活動するために安全や事故対策も含めた研修を受けているんだって。さらに医療機関とも連携しているから安心だね。安心プリン。会員登録は無料。小学校6年生までのお子さんがいる保護者が登録できるんだって。料金は1時間単位で700円から800円ぐらいなんだって。時間帯や市長によって違うのでセンターに問い合わせてね。ね。緊急時じゃなくても気軽に預かってくれるんだよね。お稽古事があったりとか、スポーツに行きたい、または映画に行きたい、はい、もうそういう風にして利用していただいている方がいらっしゃいますので、はい、気軽に、はい、電話してください。リフレッシュして元気になってまた子育てに向かっていただけたら嬉しいなと思っています。初めて預けたりするとその間のお子さんの様子が気になったりすると思うんだけど、当日お預かりさせていただいたサポーターは活動報告書っていうのを出すことになっておりますので、子どもたちの様子もきちっとそこに記入し、お母さんにそれをお渡しさせていただきます。こんなことできたんやなとか、なんかお母さんの方がご自宅で見られてなかった様子もね、時々発見するっていうような場にもなってるのかなと思います。そういう人のつながりができるのもファミリーサポートセンターのいいところだね。子育てサポート大見八幡すくすくさんでは出張保育も行っているんだよね。その出張保育の現場にお邪魔したよ。いろんな行事とか活動とかしはる会議とかにお子さん連れの方がたくさんいらっしゃいますので、その方が会議とか行事がスムーズにいくように子どもさんを預けて楽しくママさんたちができるようにしております。地域の人とつながって子育てを支援してくれるファミリーサポートセンター、気軽に利用できそうだよね。うん。お問い合わせ資料請求はこちら。ご利用待ってます。またね。